いくら親父さんの手紙にあったからって、空の果てなんて、そんな場所たどり着けるわけ。ああ、完全なる空図か？あの何百年も前に星の民が記したっていう。そりゃそれがあればどこだって行けるかもしれねえけどよ。あんなものおとぎ話だぜ。うま、言い出したら聞かないしな。こんな村でひっそり暮らしてるよりかは全然面白そうだけどさ。この島も素敵な場所だけど、旅に出るのも楽しそうだね。こうなりゃいっそ思い切って。お、ま、待って待って待って、なんだよありゃ。ありゃ、どっかの国の戦艦か。なんだってこんなど田舎に。おにゃ、なんだ今、なんか爆発したぞ。火のついた軍艦の部品かな。もし燃えたまま森に落ちたなら危ないよね。軍艦から何か落ちたなら、多分この辺に。見たことない顔だな。助けてください。一体どうしたの。そこの者、止まれ。剣を足元に置いて両手を上げろ。命が惜しいなら、おとなしくその少女をこちらに引き渡すことだ。面倒だ。力ずくで行くぞ。ガキが後で後悔するなよ。あの子困ってるみたいだ。行けるかい。やあ、ガキのくせに。こいつ、こいつとガチャピンの剣の腕は伊達じゃねえぜ。ルリア、無事か。君たちがルリアを。よかったら名前を教えてくれないか。オイラはピーってんだ。僕ガチャピン。それでお姉さんたちは。はたりな注意。少女を逃がしたのはあなたですね。ポンメルン大尉。偉大なるエルステ帝国に立てつこうだなんて、いい度胸ですね。まったく、
これ以上くだらないことに時間を費やしたくありませんね。手っ取り早くやるとしますかね。ヒドラを出しなさい。ヒドラ、まずはそこの緑色のやつからですよ。地祭りにして差し上げなさい。うん、えい、なあ、ヒドラの突進をああもうやすやすと。想像以上にわけのわからんやつですね。あの緑色後回しですよ。先にそこのガキを始末しなさい。危ない。ねえ、しっかりして。なあ、嘘だろ、冗談だよな。返事しろよ、なあ、おい。はい、丈夫だから。村の祠の聖章が反応してやがる。この嬢ちゃん、私の力あなたに預けます。資源の竜、闇の炎の子、何時の名はバハムート。バカな、ヒドラが一撃でやられてしまっただと。今のうちだね。ルリア、君たちも急いでここを離れるんだ。さっきのって聖少獣だったの？ルリアの力だ。この子は星の民にしか従わぬ聖少獣を操ることができる。さっきの傷が治ったのもその力のおかげなのかな。私自身の命をリンクさせたの。今度は私がこの人を助けるために。これから私とあなたは文字通りの一心同体。グランブルーファンタジー。ん？なんかいたか、ガチャピン。ううん、何も言ってないよ。追っ手が近づいてきているな。やもえ、この島を出よう。小型艇なら用意があるが、君たちも来てくれるだろうか。当たり前だぜ、なあ。成り行きとはいえ、君が夢見た空の旅に出発だね。さあ、行こう。船はこっちだ。これからよろしくお願いします。さあ、始まるよ、僕たちの空の旅が。これから新しい世界へと旅立つんですね。カタリナとビンさんとガチャピンさんとあなたと。うん、もしかしたらもっとたくさんの人と新しい出会いもあるかもね。行ってみないとわからないけど、ここが空の彼方へ至る旅の始まりだよ。
チャガチャピンピンガチャピンです。よろしくね。進化は止まらない。めんどくさいな。ねえ、これ本当に僕必要？ピリアス将軍閣下、ポートブリーズ軍刀は以前から我々の支配を拒んでおり。それでエルステ帝国に抵抗するバカどもをどうする計画なんだっけ？閣下の一声があればすぐにでも町を壊滅させてご覧に入れましょう。おい、ガチャピン、頭出てねえか？見つかっちまうぞ。え、そうかな。こいつら、機密の仕事とそれを持ち出した護衛の。言わんこっちゃねえぜ。ここはひとまず逃げるぞ。ごめん、僕頭大きくて。おい、てめえら、こっちに俺の隠れ家がある。案内するからついてこい。かたじけない。ったく、俺はラカムってんだが、あんたたちは何者なんだ？僕たちには総出しが必要なんだ。君がラカムなんだね。ねえねえ、よかったら僕たちの仲間にならない？断る。俺は空を捨てたんだ。もう二度と空は飛ばねえ。舵を握ることもねえだろうよ。俺は空が俺を捨てたから、俺も空を捨てたんだ。そんだけの話だ。
墜落？じゃあ、あなたはそれで。ああ、裏切られた思いでいっぱいだったよ。さあ、この話はおしまいだ。さっきの帝国の件を町の連中に知らせに行ってくれ。ハロー、元気してる？指名手配犯諸君。無傷。まだ死んではいないな。僕たち今すっごく急いでて。お前らこのまま町に行くつもりだろう。帝国が攻めてくるってことを伝えに。やめてほしい。町の奴らに抵抗されると面倒。油断したな。まずはこのガキから。今だ！ガチャピンに続け！ルリアを取り返すんだ！お助け！ここまでか。それで？お前らは本当に町で帝国を迎え撃つつもりなのか？もちろん！帝国と敵対するっていうのは僕たちには今更だしね。こうなりゃ俺も腹くくるぜ。お前の目も気に入ったしな。この雨、今までこんな嵐一度だってなかったぜ。これはひどいな。先に町の人の避難が必要かもね。それこそトップクラスの凄腕の総出しじゃないと。ねえラカムさん、今こそ気空艇を操縦する時だよ。ラカムさん、よく見て。僕たちも町の人も不安そうな顔なんてしてないでしょ。ラカムさんにだったら任せられる。みんなそう思ってるんだよ。そうだな、みんなが腹くくってんだ。俺がめめしくっちゃ話にならねえよな。それにしても変な嵐だな。この島にはティアマトっつう風の守り神がいるんだが、守り神、おそらくは聖少女か。そのティアマトとやらに何かあったのかもしれないが、守り神、おそらくは聖少女か。そのティアマトとやらに何かあったのかもしれないが。危ない！うわあ！船が爆発した！いいね！その顔最高！その信じらんないって顔！そうだよ、爆破したんだよ。てめえらが頼みにしていた脱出艇をな。クッパみじんな。どうしてこんなことするの。わかってんだろ、うすうすさ。ティアマトだよ、ティアマト。この島の守り神様さ。
そいつにね、ちょっと細工させてもらったんだ。大暴走を始めるようにさ。一体どれだけの人が犠牲になると思ってんだ。さあ、知らないよそんなの。僕ら帝国に支配されたくないほど、あんたたちはこの軍刀が好きなんだろ。だったらせいぜい心中でもしてろよ。空の底に落ちるこの軍刀とさ。くそ、これで本当におしまいだってのか。何か方法はねえのか。できます。まだ希望はあります。私には星照獣を従える力がある。え？な？行きましょう、ラカムさん。風の大星照獣、ティアマトを止めるために。ティアマトいないね。もしかしてティアマトは上にいるんじゃないでしょうか。ソラか。まいったな。まさかここで手詰まりになるとは。うんうん、まだ手はあるよね、ラカムさん。ああ、みんなグランサイファーに乗れ。悪い、待たせたな。俺は戻ってきたぜ。だから導けよ、俺をこの空に。お、動き出した。ティアマトさん。そんな、自我もほとんど失ってる。ここまで暴走が激しいなんて。やろうぜ、正々堂々真剣勝負だ。神だか星照獣だか知らねえが、遠慮なんかすんじゃねえぞ。ラカム、大丈夫か？ああ、ティアマト。もう大丈夫です。溢れていたティアマトの力は私が吸収しました。とんでもねえ奴らだな。あい、でててて。くそ、あちこち折れてやがる。手にも足にも力が入らねえ。このざまじゃ舵は握れねえ。グランサイファーは。大丈夫だよ。ん？船なら大丈夫。舵は僕がしっかり握ってるから。ガチャピン、ラカムさんが操縦してるの見て、やってみたいな、できないかなって、実は観察してたんだよね。嵐も収まったし、なんとかこのまま行けそうだよ。あの後ろに寄せればいいんだよね。おい、ラカム。
まったく何なんだよお前らは。本当面白い奴らだぜ。そうだよな、船の操縦でうじうじ思い悩む必要なんてどこにもなかったんだ。決めた、お前らと一緒に俺も空の旅に出る。本当かよ。それにグランサイファーもあいつやガチャピンを気に入っちまったみてえだしな。尾行されているな。魔法で姿を隠しているようだ。僕ガチャピン、君は誰？いつの間に？っていうか何？この慣れ慣れしい緑色は。落ち着くんだ。先ほどから私たちを尾行していたのは君だな。私はカタリナ、そっちの彼はガチャピンだ。ガチャガチャピンピンガチャピンでーす。君の名前はなんていうのかな。イオ、名前はイオだよ。私、いなくなっちゃった師匠ザカ太鼓を探してるんだけど。じゃあ僕たちと一緒だね。僕たち気空団は太鼓を探す依頼を受けてるんだ。目的が一緒なんだから協力しようよ。きっとその方が太鼓もすぐ見つかるよ。とうとうここまで来よったか、このバカ弟子が。師匠、何してるの？もう帰ろう、私と一緒に。星の民はここで聖鐘銃を作っておった。今日のドラフの職人はここの技術を盗んだドラフたちが怒りよ。そしてこの鉄の巨人は反旗を翻し、工場を占拠した古の我が同胞たちが残した夢なのだ。コロッサス、虐げられし彼らが独自に開発した鋼鉄の聖鐘銃よ。わしはこれを完成させる。命を吹き込む。いかなる犠牲を払おうと。ダメだよ、そういうのよくないと思う。これは復讐だ。良いとか悪いとかそういう話では。だってお弟子さんが悲しそうにしてるよ。こんな小さい女の子を泣かせてそんなこと続けていいわけないよ。いや、しかし。それに、そうだよ師匠、悪い夢はもうおしまい。おはようの時間だよ。おお目覚めたか巨人よ。危ない。なんて力だ、これじゃ手がつけない。これで終わり。お家帰ろう、太鼓さん。
わしの夢が、わしの巨人が、こんなあっさり。ガク。気絶しちまった。師匠。その、なんか、ごめんね。こたびは弟子ともども大変な迷惑をかけた。申し訳ない。イオちゃん、お師匠様が戻ってよかったね。ルリア、ガチャピン、本当にありがとう。エルステ帝国の連中？彼らはアーギュセで何かしようとしているらしい。危険な道行きになるやもしれん。しかし意を頼んだぞ。ガキンチョ、はしゃぐのはほどほどにしとけよ。はぐれて泣いても知らねえぜ。おう、どうしたガチャピン、暗い顔しちまって。らしくねえじゃねえか。それが綺麗な波を見てたら何かを思い出しそうになって。思い出すって何を？ガチャピンはアウギュステに来たことあるの？それはないと思うぜ。なあ、相棒。ルリアに出会うまでオイラたちはザンクティンゼルでずっと一緒に暮らしてたんだし。そのはずなんだけど。何にせよ無理はしないことだ。君は船で少し休んでいるといい。もろもろの情報収集やら買い出しはひとまず私たちの方で済ませておくさ。ありがとう、カタリナさん。じゃあ僕ちょっとお部屋で寝てるね。この老いぼれも旅に連れてっちゃくれねえか。もちろん足は引っ張らねえさ。オイゲンが仲間になりゃ百人力だぜ。ザンクティンゼル以来ですね、憎たらしい裏切り者ども。ポメルン隊、あの時はよくもやってくれましたね。ここでその借りを返しますよ。
この私が直々に引導を渡しておりますね。なんだこいつ、変身しやがった。これがエルステ帝国が誇る戦争研究の到達点、魔性の力なんですよ。なんてこった、帝国はこんなもんまで作ってやがったのか。くっ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 、帝国に盾突こうなどと考えた愚かな自分たちよ。おーい、ん、おーい、ガチャピンの声だけど、でも一体どこから聞こえているんだ？あれか、あれガチャピンじゃねえか。あーい、遅れて、ごめん、やっと見つけた。おい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 、なんなんだありゃ、まさか新手じゃねえだろうな。心配いらねえよ、あれは俺たちの仲間だ。ガチャガチャピンピンのガチャピンってな。やっほー、イエーイ。流れるようなライディング、ビッグウェーブを見事にキャッチしてやがる。引きますが、次に会った時が最後ですよ。首を洗って待っていなさい。よう、あんたガチャピンってのか。俺は大意見だ。見事なロングライドだったな。うん十年ぶりにいいもん見せてもらったぜ。ありがとう。あのビッグウェーブを見たら乗るしかないなって思ったんだ。すげえなガチャピン、いつの間にそんなの乗れるようになったんだよ。それが僕にもどうしてできたのかわからなくて。ガチャピン、さっきは調子が悪そうだったが、もう問題はないのか？あ、うん、大丈夫。考えても何も思い出せなかったからもういいかなって。悪いがその力こちらにも渡してもらうぞ。うん、いただきます。どういうことなんだよ、その子はルリアと同じなのか。そうだね、答えが知りたくば、ルーマシー軍島まで来るといい。
ちょっといいかしら。うわ、誰だあんた、いつの間に。私はロゼッタっていうの。見ての通りのか弱い乙女よ。ちょっとしたお使いでここへ来てるの。だけどほら、この森って危険でしょ。だからあなたたちに守ってもらえないかと思って。そうなんだ、いいよ。いいのかしら。ほら見ろ、明らかに怪しいのに即答するから向こうも困ってんじゃねえか。でも帝国の人とかだったらこんな風に声をかけてきたりしないんじゃないかな。そいつは一理あるな。連中なら自分から俺たちに姿を晒す理由はねえ。でしょう。いいよね。あなたって見かけによらず腕が立つのね。私気に入っちゃったかも。それとあなた、ガチャピンと言ったかしら。ミステリアスな緑色で、あなたもとっても魅力的だわ。それほどでも。って、あれ？よろず屋があるよ。起きろ、聖少女ユグドラシル、貴様の力を見せてみろ。オルキスと黒騎士は気空艇で飛び立った頃かもな。オルキスちゃん。ねえねえ、あれ帝国の戦艦じゃないかな。和解をしたいだと。そうですぞ、私たちエルステ帝国は皆さんとの和解を希望しております。突然そんなこと言われても、どうしたらいいの。この先の空にある城塞都市アルビオンでフュリアス将軍閣下がお待ちですぞ。詳しい話はそこで聞くといいですぞ。アルビオンだと。カタリナ、大丈夫？顔色が良くないみたいだけど。大丈夫だ。いつかはこんな日が来ると思っていた。
しよう。どうして、どうしてカタリナが。探しに行こう。カタリナさんとお別れなんて嫌だもんね。煙のように人が消えたりはしねえ。漁師なら島からの人の出入りはある程度把握してるはずだ。カタリナの後輩でもあるらしいしな。まずはあの漁師の嬢ちゃんを訪ねてみろや。出やがったか。こっちは急いでるってのに。やっ、おい、こっちも出たぞ。とカタリナさんを探さなくちゃ。おお、急いだな。サクサク進めて助かるぜ。そうですか、お姉さまが。わかりました。あなたたちにはお話ししましょう。帝国が持ちかけた和議の真意、お姉さまが迫られた選択を。緑色のよくわからない生物に及ばなかった。ヴィラ、すさまじい子だったな。星晶銃を使って戦うなんてありなのかよ。でもカタリナさんが戻ってきてくれて本当に。なんだ今の、砲撃されたのか。おい、もしかしてこれ例の帝国の兵器なんじゃねえか。あの大きな戦艦から星晶銃の気配がします。くそ、今度はこっちを狙ってきてるな。射程距離が長すぎて逃げられねえぞ。どうしよう。全速前進隊。まあ逃げられねえんじゃ仕方ねえよな。よっしゃ、こうなりゃ当たって砕けるぞ。ラカムさん、僕はこれでなんとか隙を作ってみるよ。あ？なんだそりゃ。これなら気空艇よりも早いと思うんだ。小さいから小回りも効くし。帝国の戦艦に乗り込んで僕が隙を作るから、その間にグランサイファーを。おいガチャピン、お前何言って。
何者なの？ガチャピンは。無茶しやがって。だがおかげで照準がそれた。この隙に俺たちも突っ込むぞ。やれやれ、一件落着だが、船に無理をさせすぎたな。だな。こいつはもうガロンゾで修理しなくちゃどうにもなんねえぞ。しかし帝国もガロンゾに向かってるって話を小耳に挟んだんだが。どの道行くしかねえだろ。グランサイファーを修理しなくちゃいけねえわけだしよ。ここがガロンゾ？いや、ここはどこだろうな。この島、聖少獣の気配がします。少女セレスト？そいつのせいで村人はあんなで、オイラたちも島を出れなくなってるのか。そうだ、セレストを引き離すことができれば船はこの島から離脱できるだろう。セレストを引き離したらフェリーや村の人たちは消えるだろうな。だが今が不自然な状態なんだ。それが自然な形に戻るだけだ。自然な形？ん？どうかしたのか、ガチャピン？あ、ううん、なんでもない。そんな。さっき倒したはずなのに。本体をやっつけねえといけねえのか。じゃあさっさと見つけ出そうぜ。それじゃ俺は向こうの方を探す。じゃあ俺はこっちだな。そうか、ありがとう。向こうの崖のあたりでそれらしい船を誰かが見つけたそうだ。すぐに向かおう。この先ね、セレストがいる崖っていうのは。そんで誰がセレストを見つけたんだ？お？この声は。もう誰が見つけたのか分かった気がするわ。でもどこにいるんでしょう。ガチャピンさんの声だけは聞こえますけど。あれを見て。ここだよ。うにょ、崖にへばりついてやがる。
危ないですよ、ガチャピンさん。セレスト見つけたよ。うわ、本当に嫌がっちゃ。ガチャピンさん、こっちも確認できたので早く戻ってきてください。今戻るよ。でも急ぐと落っこっちゃいそう。おっとっと、ちょっと気をつけなさいよ。はあ、見てるだけでハラハラします。気つけろ。一歩間違ったら空の底に真っ逆さまだぜ。セレストの力で生かされていた村人は行ってしまったが、私だけ置いてけぼりになってしまった。きっとまだ私にはやることがある。だから消えることなくこの世に残ったんだろう。お前たちには世話になったな。寄り道しちまったけど、なんとか着いたな。グランサイファーに感謝だぜ。ねえ、ラカムさん、オイゲンさん、いらない材料とかって分けてもらえたりしないかな。ガロンズは気空艇の整備で有名な島だからな。端材ならたくさんあるだろうさ。なんだ、また何か作るつもりか。こないだの飛んだやつみたいなのよ。今度のもすっごいよ。おい、余ってるガラクタがあったらこいつに譲ってくれねえか。ええ、構いませんよ。こっちにどうぞ。しかし整備に5日かかるのか。仕方ねえさ、それだけ酷使してきたんだ。グランサイファーは今この島を出ることはできないよ。ああ、オイゲン、君は変わらないね。それに久しぶり、ラカム。え、あ、あ、いや、悪い。誰だ。グランサイファーはいかに整備しようとこの島を離れることはできない。とある約束を果たさないとね。どういう意味よそれ。私はエルステ帝国最小フリシア・フォン・ビスマルクです。あなたたち気空団に対しエルステ帝国は国の研究資材であるルリアの返還を求めます。帝国最小、それにポンメルまで。久しぶりですね。事情を知っているらしい少年はこちらで預からせてもらいます。連れて行け。はい。おや、これはなんだか厄介なことになったようだね。さあ、こっちですぞ。お、君はどうやら乗る船を間違えているようだね。はて、私に言ったのですか。どういう意味でしょうか。いや、いいんだ。いずれあるべき場所に落ち着くものさ。待つのはあなたたちですね。今度こそ借りよう。
返させてもらいますよ。一度アウギウステで目にしてる以上、同じネタじゃ驚かねえぜ。驚くのは戦った後ですね。もっともその頃には命はないものと思いなさい。強い。前よりももっと強くなってる。おや、誰か足りないようですね。どこでしょうかね。なんだっけ。緑のキャツメはどこに行ったと聞いているんですが、ね。ここだよ。ガチャピン。うわ、なんだそりゃ。余った材料で作ってみたんだ。かっこいいでしょ。イエーイ。なんですかね、その乗り物は。えーい。やまた緑色のあなたは毎度毎度おかしな登場の仕方で我が輩を油断させてるんですね。え、そんなつもりないんだけどな。次こそは命はないと思いなさい。また奇妙なもん作ったな。ガチャピンよ。面白いでしょ。こういうのがあったら移動が楽だと思うんだ。あの、とある島で愛用されてるケッタギアって乗り物があるんすけど、これはそいつによく似てますね。へえ。つまりガチャピンはそいつを自分で考え出して作ったってわけか。すっげえことしやがるぜ。それに車輪が2つしかないのによく乗りこなせるな。なんだかどこかでやったことある気がするんだ。なんか見てるとオイラもうずうずしてくるぜ。なあガチャピン、オイラもそれ乗らせて。僕はノア。船作りを司る聖少獣であり、気空艇グランサイファーの製作者だ。俺はノアを乗せてグランサイファーで空を飛ぶって約束したんだ。なるほどな。契約を司るミスラの力でその約束が絶対のものになったってことか。思い出してくれて嬉しいよ。船作りの聖少獣の名にかけてこの船は完璧に直してみせるさ。
何なんですかね、あの緑色のは。ガチャピンと言いましたか。腹立たしいったらありませんね。あいたた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 、ぶつけられた腰が痛みますね。お体に触りますぞ。今は安静が一番です。あいたたた。時にムック、あなたは過去のことを思い出したんですかね。まだこれといって何も。せっかくいろいろと外へ連れ出してもらっていますのに。外の世界を見せれば失った記憶に該当するものが見られるかと思ったんですがね。あなたは戦闘はとんとダメですが、その手触りの良い毛に免じて特別扱いしているんですからね。ありがとうございます。ポンメルン大尉の優しさはフォータグランデを包み込みますぞ。よー、ムック、記憶は戻ったか。お疲れ様です。ああ、記憶が戻ったというほどではないのですが、あの気空団の緑の方を見てると何か思い出しそうになるような、どうにも他人の気がしませんぞ。ガチャピンって言ったっけ。ポンメルン大尉が特に目の敵にしてるっていう。やれやれ、一気空団にここまで手こずるって、帝国は国として大丈夫かな。なんのなんの、エルステ帝国はここからですぞ。そっか、そうだよな。次こそやってくれるよな。もちろんです。お、覚えておきなさいよ。わーい、やったやったー。すげーな、ガチャピン。また圧勝じゃねえか。今ましい。次こそはあのガチャピンを八つ咲きにしてくれましょうね。いやー、ガチャピンはすごいですぞ。今何か聞こえましたね。わわわわわ、いい間違いですぞ。ガチャピンは厄介な相手という意味で、その、おい、どうした。下手なこと言うもんじゃないぞ。申し訳ありません。ただガチャピンが活躍しているのを見るとなぜか。ポンメルン大尉、アマルティア島での戦闘でこんなものが発見されました。これは、この緑色は、ガチャピンの腕についている球形の、球形の物体です。大尉の一撃が
ガチャピンの腕部からこれを切り離したのを情報班が観測していました。一矢報いていたというわけですか。気づきませんでしたね。それで？はい。研究班の報告では今もなお強力なエネルギーを発しているとのことでして。ほう、使えるかもしれませんね。嫌な予感がしますぞ。フリーシア、貴様、何が目的だ？私が望むのは正しい世界です。私はあるべき世界を取り戻そうとしているに過ぎない。あるべき世界？おい、どうしたんだよ、ガチャピン。何か思い出しそうになって。おいおい、またかよ。こんな時に何言ってんだ。そうだよね。ごめん。我が悲願は、エルステ王国の再興。アーカー社による歴史の修正こそが、私の目的なのです。アーカー社だと？バカな。あれが実在するというのか。何なの？その、アーカー社ってのは。アーカー社は白空戦争末期に、星の民によって最終兵器として作られた星小銃であり、歴史そのものに干渉し、世界を書き換える力を持つ星小銃だ。歴史に干渉、世界を書き換える力。さて、話はここまでです。マリスを使います。お待ちください！我々が奴らを取り押さえますので、どうか、マリスの使用だけは！あなた方では無理でしょう。初めから何も期待していません。そんな。さあ、目覚めなさい！ユグドラシル・マリス！なんだ？これぞ魔性研究の究極！ついに我々は星の獣すらも完全な支配下に置いたのです！なんかすごく強そうじゃない？帝国兵まで怯えてやがる。どれだけやべえ存在なんだ。あるべき世界、世界を書き換える。おい、危ねえぞガチャピン。ちょっと待ってて。今思い出しそうだから。ガチャピンさん、こっちへ。もう。あともうちょっとで何か思い出せるところだから待ってて。お願い。
おいおい、割といけそうじゃない？え、あれ、今何がどうなってるの？なんつうか、まあ大したことなくてよかったな。はい、安心しました。そこは敗北するところでしょうが、流れというものがあるでしょうに。我アルクスの名において聖少獣アーカー社の起動を執り行う。管理者の認証を完了しました。聖少獣アーカー社の起動要請を受諾。おい、ルリア、どうしたってんだ？管理者権限をビューレイヒト・アルクスから移承、掌握。聖少獣アーカー社を起動します。これがアーカーシャ。うわー、何これ、なんでこんなに水があるの？これが海ってやつ？消えるだろうな。だが今が不自然な状態なんだ。それが自然な形に戻るだけだ。私が望むのは正しい世界です。私はあるべき世界を取り戻そうとしているに過ぎない。そうですぞ、私たちエルステ帝国は皆さんとの和解を希望しております。おいガチャピン、しっかりしろ。え、何、どうなったの？ユグドラシルマリスってのはやっぱりやべえみたいだな。あのアーカーシャってのも相当だ。ルリアが元に戻ったぜ。今のうちに逃げるぞ。ごめんなさい、私はもうあなたたちとはいけないわ。ユグドラシルは魔性によって過剰な力を注ぎ込まれてるわ。誰かがそばにいてあげないと。あの子を救う力があなたたちにはある。リー君、あなたにもね。おいら?この空気は落ち着くな。ガチャピンはどうだ？ルーマシーからずっと元気ないみてえだけどよ。あのね、旅の最中ずっと何かを忘れてる気がしてたんだけど、それって気のせいじゃないんだ。絶対に僕は何かを忘れてる。それはすごく大切なことで。
よく戻ったな。長いことろくに連絡もよこさねえで。村があんな状態の時に出て行ったから心配してたが、立派にやってるようで何よりだ。ガチャピンも変わらないな。元気にしてたか。あ、どうもご無沙汰してます。なんだかすがすがしい感じがする森ね。お前とガチャピンはよく修行でこの森に入り浸ってたよな。二人がそこまで強いのは互いに技を高め合った結果ってわけか。あのね、そのことなんだけど気になることがあるんだ。お、そういえばさっきは話の途中だったな。どうかしたのか。確かに B の言う通り、僕たちはこの森で修行もしたし一緒に暮らしてたけど、僕っていつからザンクティンゼルにいたっけ。お、何言ってんだ。僕は君のお父さんを知らない。 B は知ってるのに。君たちとずっとこの島にいたのは間違いないと思う。村の人たちも僕を知ってたでしょ。でもいつからここにいたのかはちっとも覚えてなくて。いや、おい何言ってんだ。そんなもんお前たちならわかるだろう。おう当たり前じゃねえか。オイラたちは家族なんだぜ。あれ?戦艦も全部帰って行きやがったか。 B も魔性を抑える力を手に入れたみたいだし、とりあえずは一件落着ってところか。だがさっきのガチャピンの話の続きが気になるところだな。なんか丘の方から赤いのが近づいてくるわ。はい、あの人は誰なんでしょう。ガチャピーン。
物帝国兵じゃねえか。おいら見たことあるぞ。ああ離れろ。まだ残ってやがったか。確かこの兵士ルーマシーやガロンゾで見かけたような。いやそんな違いますぞ。ああいや帝国に勤めてたのは確かですが。なんだなんだ、わけわかんねえこと言いやがって。もしかして油断させて襲うつもり？いえいえそんなバカな。ガチャピン誤解を解いてくれませんか。ガチャピンこいつ知ってるのか。あまさか、もしかしてガチャピンさんがずっと何か忘れてる気がしてたのって。いえ知らない人です。もうそんな忘れてしまったんですか。苦労してようやくガチャピンに会えたというのに。こんなことで。おい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 。どうかしたのか。よくわかんねえが哀れだな。ちょっと元気出しなさいよ。なんだかとってもかわいそうです。へえ、ガチャピどうかしたんですか。嘘だよムック。ちゃんと覚えてるよ。君はムクムクのムックでしょ。本当ですか。うん、ちょっとした冗談だよ。ガチャピもうひどいんですから、あなたって人は。ムックガチャピどういう状況なんだ。わからないけど。ガチャピンさんとっても嬉しそう。別世界だって。うん、全部思い出したよ。僕とムックは違う世界からやってきたんだ。何もかも懐かしいですな。にわかには信じがてえ話だが、冗談を言ってるようには見えねえ。しかしだ、その世界があるとして、どうやって二人はここへやってきたってんだ。アーカーシャのせいじゃないかな。ルーマシーで起動しかけたでしょ。あの時記憶が戻りそうになったんだ。多分世界を書き換えるほどの大きな力で僕たちの世界に影響を与えたんだよ。偶然その力に捕まっちゃった僕たちは空間も時間も飛び越えさせられてこの世界の一部になっちゃったんだ。さすがガチャピン、すっかりこの世界に適応してますな。惚れ惚れしますぞ。よくわからないわ。どうしてアーカーシャが別の世界に干渉できるのかしら。家を建て替えるには家の外に出てから手を加えるもんだ。中にいちゃできねえ。
下手すりゃ自分も埋もれちまうからな。案外アカーシャもそんな感じだったりするんじゃねえか。世界の外側に別の世界があるとして、外に出たアーカーシャの巨大な力がそこに影響を与えることも道理のうちと、確かに考えられるかもしれない。もちろん全て推測ではあるが、いろいろわからないことはあるけど、とにかく僕はモクと再会できて、こうして旅ができて嬉しいよ。それでムックは今までどうしてたの？気づいた時には帝国にいたんです。行くあてもないので働き口を探すと、すぐに軍を紹介されまして、ですがそのちょっとしたことでつい最近クビになってしまい、フュリアス将軍様の戦艦でザンクティンゼルまで乗せてもらい、そこで降ろされたというわけで。ってことはもう帝国兵じゃねえのか。なんでザンクティンゼルに来たんだ？もちろんガチャピンを探すためですぞ。クビになった頃にちょうど記憶を取り戻したのです。しかしまさかこんなに早く会えるとは、幸運でしたな。うん、ムックがガチャピンの仲間なら、それはつまり俺たちの仲間ってこった。これからよろしく頼むぜ。はあ、なんとお優しい。こちらこそよろしくお願いしますぞ。それで問題はこれから行くルーマシーについてだが、聞いた話じゃすごかったらしいね。いや、ほんと、なんでもありだね、魔性って。はあ、そういえば、魔性について大事なことを伝え忘れてましたぞ。帝国で研究が進んでいるのです。そのせいで、ルーマシーも今、大変な事態になってまして。ルーマシーが？一体どうしたっていうの？実はそこにはガチャピンが深く関係しておりまして。え、僕？なんでなんで？取り出したガチャピンの細胞を魔性を砕いた培養層に混ぜ、そこから結晶化に移りましょうね。ムック、お茶をもらえますかね。了解ですぞ、お待ちくだされ。ん？こんなところに私の毛が。研究の邪魔になってしまいますね。こうしてかき集めてた。よいしょ。ゴミ箱、ゴミ箱。あ、ゴミ箱がありましたぞ。ここにパパッと払ってった。これでよし。さて、お茶を入れますかな。何の騒ぎですかね。培養層に異常発生。どうやら不純物が混じっていたことが原因のようですが、こちらです。
不純物？何をしてくれるんですかね。これは明らかにあなたの毛ですよ。申し訳ございません。てっきりゴミ箱かと思ってついつい私ったら。大尉、ポメルン大尉、培養層をご覧ください。今度は何ですかね。本当に何なんですかね。大変なことになりましたぞ。もう何やってんの、ムックったら。やってしまいましたな。私それが原因でクビになってしまったんですぞ。ちょっと待てよ。そんなのんびり言ってられるようなことか。おいおい、ルリアまで何笑ってんだ。でもガチャピンさんが元気になってくれて嬉しいです。それでルーマシーがどう関係あるわけ。ああ、その培養層から生まれたものはザンクティンゼルに向かう途中ルーマシーに放たれたわけでして。いや、だからその生まれたものって何なんだ。ああ、その何と申し上げたらよろしいのか。おい、そろそろ着くぞ。ルーマシー軍刀だ。なんだこいつら。黒いムック？僕の知ってるムックと違う。こんなのムックじゃないよ。本物はここですぞ、ガチャピン。真っ赤でツヤツヤな毛をしているのが本物の私です。言ってる場合かよ。なんでこんなことになっちまったんだ。難しいことは分かりませんが、私の抜け毛に魔性の力が加わり、すごいスピードで成長したとかで。テスト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 。こっちに向かってきてます。気をつけてください。すごく嫌な感じがします。かなり凶暴でして、帝国も困ってしまいここに放ったということでした。それになんだか数も増えている気がしますぞ。増殖するというのか。それに奴らの足元を見てくれ。草木が枯れていってるぞ。魔性の邪悪な力の影響か、あるいは増殖のために自然界の栄養を吸収しているのか。どうするの。このままじゃルーマシー全体がバルツみたいな砂漠になっちゃう。こうなりゃここでクロムックをやっちまうしかねえだろう。そうだろう。やるしかないね。ムックの形をしているからちょっと抵抗はあるけど。その点はお気になさらず。元は私の抜け毛ですから、どうかクロムックをやっつけてください。応援してますぞ。頑張れガチャピン、頑張れ皆さん。
くれ、任せとけ。デスゾーン、デス。ドリアカン、任せ、よっしゃ、デスゾーン、デス。どうにもこうにも動けない。食らいやがる、デスゾーン。どでかい風穴開けてやろう。大丈夫さ、心配無用だ。戦術は一つではないぞ。装填完了、ぶちかます。食らいやがれ。ここからが勝負だ。ここは僕に任せてよ。デスゾーン、やったやった。この調子ならいけそうだな。デスゾーン、デスゾーン。クロムックの様子がおかしいですぞ。皆様気をつけてください。デスゾーン、デスゾーン。はて、おしくらまんじゅうですか。せっかく固まってくれてんだから、一網打尽のチャンスじゃねえか。オイゲンさん、ちょっと待って、なんだか様子が変じゃない。こいつらまさか合体してやがんのか。なんて大きな毛玉。いや、こいつは毛玉じゃねえ。黒くてでかいから見えにくいが、ムックの形を保ってやがるぜ。デス、デスゾーン。気をつけろ、敵意はまだ消えていない。うん、むしろ強くなってる。来ます、大きくて黒いムックさんが。気をつけてください。ズロー、戦術は一つではないぞ。あたしの攻撃受けてみる。はっ、えい。ここからが勝負だ。これくらい余裕なんだから。大丈夫さ、心配無用だ。ドリア、はっ、あら、デスゾー、私が相手になろう。ここは僕に任せてよ。はっ、見切った、あら、デスゾー。
これで終わったのか。とんでもねえやつだったぜ。はい、もう近くに魔性の力は感じません。ああ、私の毛が抜けなければこんなことには。大いに反省します。ムック、抜け毛多いからね。あら、新しい仲間の方？ムクムクのムックですぞ。どうぞよろしくお願いします。私はロゼッタ。その毛ちょっと触っていいかしら？まあ素敵な手触りね。いやいやいや、もう変な声出さないでよ、ムック。くすぐったいですぞ。